2022、宇佐美慎吾、81試合、2割5分6厘、5本、OPS、668、盗塁阻止率3割超え。なんでこいつ取ったら叩かれるんや。ついでにももクロ嫁までついてくる。どの監督も最初はすごく期待するけど、いつの間にか2軍に落ちてる選手ってイメージ。木の卓と年齢ほぼ同じやからやけど、それにしても叩かれすぎよな。郡司山本と交換なら、そこまで悪くない。ティナハムだけど、郡司と山本期待してないわけじゃないが、その二人が結局、普通のまま終わるのなんて、全然あり得る話だし、まだある程度成績が期待できる、宇佐美の方がええと思うんよな。中日ファンはあまりにも、郡司を過大評価しすぎや。郡司評価してるのは他ファンやろ。若手キャッチャー、無理やり固定したら潰れるからな。むしろそこはちゃんと考えて、たんやなって感心したわ。優勝争い中に、正捕手離脱したから、期待の若手切ってでも、経験のある捕手に、代わりを務めてもらうならわかる。最下位やからこそ、若手育てる機会やのに、30のおっさん使う意味がまず。一軍で使って、育てたいような捕手の素材がいるなら、そもそも戸柱なんか欲しがってないやろ。正直、宇佐美がボロクソ言われてるみたいなもんでかわいそうやから、叩かないであげてほしい。去年はようやってたんや、信じてあげてくれ。去年、キャッチャーで81試合出てるやつを、よくわからん二人で、取れてることの凄さわかって、ないやつ多すぎるわ。ハムからしたら、郡司は、二軍試合回し用の捕手要員で、欲しかったのは山本だと思うんだよな。今回の4人で一番、期待値高いのは山本。日ハムですら使われないから。中日ですら、使われないからとも言えるぞ、郡司。皆さんは、宇佐美選手はどのくらい、戦力になると思いますか？コメント欄で今回の動画について、感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。